赤旗事件の解雇。坂井俊彦。解雇すれば、すでにほとんど20年の昔である。何かそれについて書けと言われる。今更ながら自分の老いを、感じざるを得ない。昔語りは気恥ずかしくもある。しかし、それも一興として、あるいは多少の参考として、読んでくれる人もないではあるまい。しばらく昔の夢に遊んでみる。神田錦町の近畿館、近畿館、の2階の広間、正面の舞台には伊藤千優くんが着席して、明智光秀の本能寺襲撃か何かの公演をやってる。それに聞き惚れたり、拍手したり、喝采したり、混ぜ返したり、あるいは身につまされた感激の掛け声を送ったりしているものが、夫人や子供を交えて、60人。それが当時の社会主義運動の常連であった。この集会は、山口古見、山口古見、吉蔵、君の出国歓迎会であった。当時の社会主義運動には、分派の争いが激しく、憎悪、反感、罵詈、嘲笑、非難、攻撃が、随分汚らしく両派の間に交換されていた。しかし山口くんは、その前年皆が大合同で日刊平民新聞をやっていた頃から、幾ばくも立たないうちに入国したので、この憎悪、反感の的から外れていた。そこで彼の出国を歓迎する集会には、両派の代表者らしい者がほとんど皆出席していた。時は明治41年6月に2日、私は紺がすりの人へ起きていたことを覚えている。久しぶり両派の人々がこうした因縁で一堂に会したのだから、自然そこに一脈のわけも生じたわけだが、しかし一面にはやはり、どうしても、対抗の気分、睨み合いの気味があった。けれどもあは大体面白く無事に終わって、散会が宣告された。皆がそろそろ立ちかけた。するとたちまち一軍の青年の間に、赤い、大きな、旗が翻された。彼らはその二つの旗を打ち振りつつ、霊の歌か何か歌いながら、階段を降りて、玄関の方に出て行った。回収の一部はそれに続き、一部は後に残っていた。玄関口の方がだいぶん騒がしいので、私も急いで降りてみると、赤旗連中はもう表の通りに出て、そこで何か警察官と揉み合いをやっていた。私が表に飛び出した時には、一人の巡査が誰かの持っている赤旗を無理やり取り上げようとしていた。多くの男目屋はそれを取られまいとして争っていた。私はすぐその間に飛び込んで、そんな乱暴な真似をしないでもいいだろうという調子で、いろいろ巡査をなだめたところ、それでは旗を巻いて行け、よろしいということになり、それでそこは一と片ついた。近畿館の2階を見上げると、そこには後に残った人たちが皆縁側に出てきて見物していた。しかし私はすぐ別の方面に目を引かれた。少し離れた向こうの通りに、そこでもまた、赤旗を中心に、一軍の男女と二、身人の巡査が盛んに揉み合っていた。私はまた飛んで行って、その巡査をなだめた。あちらでも旗を巻いていくことに話ができたのだからと、やっとのことで彼らを解き伏せた。しかし騒ぎはそれで止まらなかった。巻いた旗が再び自然にほぐれた。巡査らはまたそれに飛びかかった。あちらにも、こちらにも、激しい揉み合いが続いた。近畿館の前通りから一橋通りにかけて、
真っ黒な人だかりになった。その中に二つの赤旗が折々高く翻されたり、すぐにまた引きずり下ろされたりした。目の血走った青年、片袖のちぎれた若者、振り乱した髪を背になびかせて走っている少女などが、皆口々にわめき叫んでいた。そして巡査らがいちいちそれを追い回したり、ひっつかまえたり、ねじ伏せたりしていた。私は最後に一橋の通りで、また巡査をいろいろになだめすかし、一つの赤旗を巻いて若い二人の夫人に預け、決して再びそれをほぐらかさぬこと、そしてまた決してそれを他の男に渡さず、おとなしく持って帰ることという固い約束をして、それでやっと始末をつけた。その時、今一つの赤旗はすでに、それを取られまいと守っていた数人の青年と一緒に、巡査に引きずられていってしまった。それから私は神保町に歩いていくうち、確か山川仁志くんと落ち合った。山川くんもほぼ私と同じような役回りを務めていたらしい。それで、引っ張られたものは仕方がないとして、山川くんは森田有明君が二六新報社で待ち合わせてるはずだから、そこに行くといい。私はそのままヨドバシの宅に帰るつもりで、二人が別れようとしているところに、また巡査が二人とやってきた。そして私らをも警察に連れて行くという。それはおかしいじゃないかと言ってみたが、どうも仕方がない。やはり連れて行かれた。この日の外面に現れた事柄はただこれだけだった。いたずらの張本人は大杉くんで、荒畑寛孫くんなども参謀の一人だったろう。山川くんも顧問くらいの地位にいたかしれない。赤旗というのは、二尺に三尺くらいの赤い金金を、短い太い竹竿に結わえつけたもので、一つには、無政府、一つには、無政府共産、と白い布を切ってこしらえた五つの文字が貼り付けられてあった。当時の、文派、を言えば、その前年、明治40年、いわゆる大合同の日刊平民新聞が倒れてから以後、一方には片山線、西川幸次郎、田添哲次らを代表とする議会政策派があり、一方には高徳秋水、山川、大杉らを代表者とする直接行動派があった。そして前者は東京で社会新聞、一時は週刊、追い出し、後者は大阪で、森近雲平の経営で、大阪平民新聞、月刊、後に日本平民新聞、追い出し、さらに前者は五分裂して西川の東京社会新聞を現出した。しかし私自身の見方から言えば、当時の分派は未派の対立であった。すなわち雪のりくんらの無政府主義と、片山くんらの修正主義と、私などの政党主義であった。その頃、イギリスの独立労働党の主要ケア、ハーデイが日本に来遊して、我々の集会で演説したりしたが、片山くんらはすなわちそのハーデイ、ハーディー、派であり、私などはそれに対するハインドマン派、社会民主同盟派の形であり、雪のりくんらは右の両派を合わせて国家社会主義に片付けようとするクロポトキン派、もしくは爆人派であった。当時まだサンジカリズムの名はほとんど現れていなかった。石川三四郎くんらは右の三派、もしくば二派、から独立して、婦人運動の雑誌を出したりしていた。しかし私は、実際上には雪のりくんらと密接に提携していた。私は大阪平民新聞の執筆
者の一人であった。世間の新聞などでは、ゆきのりくんらと私らとをひとまとめにして柏木団、と呼んだりしていた。実際その連中の宅は柏木、ヨドバシあたりに住んでいて、それが一団となって金曜会というを作り、毎週神出で講演会をやったりしていた。硬派、ナンパという言葉も、当時よく使われていた。それで私はある時、田添くんから長文の手紙を持って、激しく、しかしながら親切に、非難されたことがあった。それは、私が、主義主張によって進退せず、友人関係によって離合しているのではないかと、私を責めたのであった。田添くんの考え方からすれば、私は社会主義者であるのだから、たとえ高難の別はあっても、田添くんらと提携すべきであるのに、ただ友人として高徳くんらとは甚だ親密であるがために、アナキストと提携しているのは不都合だというのであった。しかし私としては、ゆきのりくんとは毎日毎晩、会えば必ず議論するというほどで、決して友情のために主義主張を曖昧にしてはいなかった。ただ私としては、できるだけ純真な敵態度を維持せねばならぬと考え、それにはできるだけアナキストと提携を続けねばならぬと考え、議会政策に反対する理由はあっても、直接行動に反対する理由はないと考えていた。それで私は翌日言、リーツ言の言葉を引用して、社会主義と無政府主義の差をできるだけ少なくすることに努め、社会主義はどこまでも無政府主義を包容していくべきだと考えていた。当時、直接行動派の元気な青年の中には、堺の親父を殴ってしまえなどというものもあったそうだが、実際上、多くの人たちは社会主義と無政府主義の合意の子であった。山川くんなどもよほど事実現張りで裁判所で、社会主義か無政府主義か、と聞かれたとき、もし無政府主義が社会主義と別のものであるなら、自分は無政府主義者ではないが、自分は社会主義と無政府主義と同じものと信じているから、その意味において無政府主義者と言われても構わない、といったような答えをしたかと覚えている。そこで再び赤旗事件当日のことに立ち戻る。私は山川くんと二人、錦町の警察に連れて行かれてみると、そこの誘致場にはすでに大杉、荒畑、森岡、百瀬、村木、宇都宮、佐藤などの猛者が来ており、外に上川、菅野、小暮、大須賀などの婦人連も来ていた。誘致場は三室あって、それが廊下を中心にして向かい合っていた。私の室には私と外に誰か一人、隣の室には婦人連、そして向かい側の大部屋にはその他の大勢という割り当てであったが、その大部屋はまるで動物園の檻よろしくで、皆が鉄格子につかまって怒鳴る、わめく、笑い崩れるの大騒ぎであった。巡査の態度があんまり無茶なので、皆とうとう格子の中から唾を吐きかけることをもって唯一の戦闘手段とした。どうしたいきさつからであったか。大杉くんはとうとう廊下に引っ張り出されて、散々寝た。彼は真っ裸で、廊下の石畳の上に仰向けに大の字に寝ていた。ならいくらでも、とでも言ったような態度だった。巡査らはなおそれをたりした。皆は格子の中から声を限りにののしりわめいた。巡査らはようやく少し態度を改めて大杉くんを室内に入れた。
皆が極度に興奮していたが、ことに荒畑くんの興奮は容易に鎮静しなかった。ジュンサラは荒畑くんを私の室に入れて、そして水を持ってきた。私は荒畑くんの頭を水で冷やした。向かいの室では小便に行くからと開けろ開けろと怒鳴るが、ジュンサラは寄りつきもしなかった。そこでとうとう小便の弾んだ人たちは、格子の中から廊下に向かってジャージャーとやり出した。廊下は小便の池になってしまった。それから皆は警視庁に移され、東京監獄、今の四桁に市ヶ谷、に移され、そして青鬼とあだなされた川島判事の余震に伏せられた。罪名は管理公共、および治安警察法違反であった。後半の結果は、高田が2ヶ月以上4ヶ月くらいなものだという検討だった。あんななんでもない、つまらん事件だもの、それ以上になりっこはないという、被告らの世論だった。ところが意外にも、判決申し渡しは1年、1年半、2年の未遂だった。それを聞いたとき、私は本当に、おや、と思った。多くの被告は、無政府主義万歳、を唱えて大抵した。婦人連のうち、二人は免訴となり、二人は執行猶予となった。私は監獄に帰ってから考えた。二年ということになっちゃ、これはちょっと冗談でない。俺はおまけに新聞紙法違反で別に2ヶ月の刑を処罰されてる。これから2年2ヶ月、だいぶんしっかりしないと、やりきれないぞ。そう考えると、妙なもので、気分がすっと引き締まってきた勇気が出た。というよりはむしろ、落ち着きが出てきた。翌日からはもう存在平気で、皆が申し合わせて控訴など一切やらぬことにし、そしてすぐに赤になって、スズメ踊りを見るような網がさ姿、で千葉監獄に護送された。ここに一つエピソードがある。我々が前期の錦町署の留置場を出た後で、そこの板壁にある落書きの中に、何か知らんが、不敬、な文字が発見されたそうだ。そしてそれが佐藤くんに対する嫌疑となった。彼はそれがため、別に不敬罪として起訴された。我々はそのことをしけたにのみ血管で聞いて大いに心配した。心配したのは、佐藤くんの刑期が二つ重なって大変長くなるということばかりでなく、実際その責任者が佐藤くんであるかどうかが不分明であったからである。佐藤くんはそのことにつき、未血管の中で、今一人のある男と、いろいろ言い争っていた。我々はそれを聞いて判断しかねていた。しかし裁判は決定して、佐藤くんは不敬罪の方でも有罪となり、我々は皆一緒に千葉に送られた。ところで我々の問題が起こった。佐藤くんは冤罪を着ているのではないか。もしそうだとすれば、今一人の男がけしからぬ。我々の多数はついに今一人の男を有罪と認め、それに絶好を申し渡した。我々は皆独房であったけれども、それが隣り合ったり、向かい合ったりしているので、それにまた、運動や入浴の時など一緒に出されるので、ちょいちょい内緒話をすることはできたのである。その時、私としては、やはり今一人の男を疑ってはいたのだけれども、十分確かな証拠があるわけではなし、それを獄中で絶交するのはあまりひどいと考え、私だけはその絶交に加わらなかった。この赤旗事件の時、雪のりくんは郷里、土佐中村、
に帰っていた。彼はほどなく上京して後の運動を収集しようとした。しかし形勢は大いに変化していた。同年7月、西園寺、内閣が倒れて桂内閣がそれに変わった。西園寺内閣の倒れた原因の一つは社会主義を寛容しすぎて、ついに赤旗事件まで起こさせたという非難であったという。したがって桂新内閣の反動ぶりは盛んなものであった。そこで一方には赤旗事件で金曜会の連中が一掃され、一方にはまた、電車問題の京都収集事件が確定して西川、山口仁、多くの同志が投獄され、その他の人々は手も足も出しようがなく、運動は全く頓挫の姿を呈した。雪のりくんはこの形勢の下にあって、ますますその無政府主義的態度を鮮明にし、ますます極端に走っていった。そして明治4年9月、私が出獄した時にはすでにいわゆる大落事件が起こっていた昭和2年6月太陽臨時号書祭。